せーの、レンクレーボーカル、レンクレーボーカル。まずは、令和3年度司法書士の、筆記試験ですけども、合格誠におめでとうございます。私からはですね、やはりこの合格 3% っていうね、非常に難しい試験で、いろいろご苦労されたことと思います。もちろんね、皆さんがこういろいろ苦労して勉強した、その成果ではあるんですが、皆さん一人の力というよりは、もちろん講師がいろいろね、サポートしたってこともありますし、何より、周囲の家族だったり、もしくは友人っていう方もいらっしゃると思いますが、そういったところの、支えもあったことと思います。ぜひこの、今日まだ筆記試験合格っていう段階ではありますけども、ぜひこういうね、宿泊会やったっていうことで、きっかけにしてもらって、その家族とか友人とか、あと奥さんとか旦那さんとかいらっしゃると思いますけども、そういったちょっと思い返してもらってね、皆さんの勉強の支えになった方に、少しこうお礼を言う、そういうタイミングにもしていただけたらなといつも思っています。はい、皆さん、今ご紹介に預かりました、レクセニー講師の海野です。皆さん、令和3年の司法書士筆記試験、合格どうもおめでとうございます。頑張ったのはもちろん皆さん方の努力の賜物で、我々は、そこに手助けをさせていただいただけなので、本当に、皆さん自身がどれだけ努力されたことかということを私たちも近くで見ておりましたので、よく知っているつもりです。今日はそんな喜びの報告を、我々にしていただければと思います。どうぞ。おめでとうございます。いや、ありがとうございます。携帯司法書士の講座を取っていただいて、卓一でしっかり点数取れたってことですね。はい、そうです。ペースメーカーになったし、知識が絞ってあったので、それを繰り返すことで本試験で確実に足を切れました。何回も何回も繰り返した感じですか？はい、結構繰り返したのと、1回1回に結構時間かけて、徹底的に覚えてました。そういう使い方もあるんですね。はい、期日もバッチリ取れました。期日も講座取ってもらったんですね。はい、いや、期日は思ったより取れて、自分が一番びっくりしてます。ちゃんと力つけた証拠ですね。本当におめでとうございました。ありがとうございました。じゃあ、おめでとうございました。まずそのレック、そして佐々木クラスで良かった点をお聞かせください。はい、どちらもですね、やっぱり一発合格に対するこう熱いこだわりといいますかがあるというところで、一発合格させていただきました。ありがとうございます。どうでしょう。はい、佐々木クラスは本当にフォローがすごい手厚いので、何でも困った時にすぐ相談できるのが良かったです。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。どうでしょう。すごいこう先生が熱心にこう励ましてくれる時に叱ってくれるっていうのがすごくありがたかったです。はい、3人ともよく頑張りました。おめでとうございます。ありがとうございます。どうぞ。合格おめでとうございます。何回の試験でしたか？今回は3回目です、ね。ぶっちゃけ3回のうち一番つらかったのは何回目ですか？一番つらかったのは初年度1回目の時。何がつらいですか、1回目は？民法ですとか不動産庁地方の勉強は本当不動産業者だったので、こう勉強しやすいなっていうのがあったんですけど、会社法とか仕事等が入ってくると、なかなか頭に入ってこなくて、勉強したんですけど8割ぐらい抜ける、もう復習がすごい必要だったなっていう印象が。あそこでって完全に変わりますもんね、やってることがね。そうですね、それで嫌になっちゃいますよね。確かにね。結構そういうのみんな講義受けて抜けるって聞いたんで、しがみつく思い出だったなっていう感じです。それでは令和3年度司法書士試験合格おめでとうございます。鈴木義恵さんでございます。勉強してて一番しんどかったことは何ですか？
自分のスケジュールと勉強のバランスを取るのがとても大変だったなと思います。ちなみに、はい、僕の講義どうでした？とてもなんていうんですかね、熱がこもった情熱的で、図解も分かりやすく、とても素晴らしい講義だったと思っております。褒めていただきました、ありがとうございます。それでは素敵なですね司法書士になってくださいね、期待しております。おめでとうございます。ありがとうございます。東連でペースメーカーのような形で最後の方は学習していたんですけど、先生の技術式の解説が30分っていう時間の中でコンパクトにまとまっていたので、効率よくいろいろと自分の学習のきっかけにしていくことができましたし、そのきっかけにするにもやっぱり要点がすごく絞られていたり、あとは話のされ方もすごく簡潔で明瞭で分かりやすくて、すごくためになりました。他の予備校はちょっと分からないんですけど、結果3年レックに通わせていただいたので非常に良かったと思います。そうですね、まずは本当に筆記試験合格おめでとうございます。ありがとうございます。やっぱりまあまあ最後はご自分で頑張られた結果だったと思いますし、それに何かこうお役にちょっとでも立てたというのは僕としてもすごく嬉しかったので、ご報告いただいてありがとうございます。本当におめでとうございます。はい、それでは今日は令和3年筆記試験合格された高山さん、にですねちょっと突撃インタビューをしていきたいと思います。高山さん合格おめでとうございます。ありがとうございます。レックを利用してよかったところ教えてください。運の先生に出会えたことです。もう立派な回答をいただきました、ね、あれですか、私の初級コースを取って合格されたんですよね。でその後、実践力を取られて、じゃあ私 の講義の良かったところを教えていただければと思います。先生の面白いエピソードが毎日楽しみで毎週楽しみに来てました。でも先生 のマーカーとか見直すのにとても見直しやすくて勉強しやすかったです。はい、ありがとうございました。もう高見さんこれから司法書士として目指す後輩にじゃあエールを送っていただければと思います。絶対に諦めないで。はい、ありがとうございました。今日は高見さんにお話を伺いました。ありがとうございました。もう丸罰はつけなくていいんです。もう枠切れなんて考えなくていいんですよ。金を払って申請書を書く時期は終わりだ。これからは金をもらうんだ。皆様はこれから司法書士になって立派になることを心から期待します。そして皆さん立派になって事務所の人が私司法書士を目指したいんですと言ったら何て言うか分かりません、ね、レックに行きなさいと、そう言ってください。それでは皆さん司法書士の時間に行ってらっしゃい。当日帰国したらいけないからね。司法書士の世界に行ってらっしゃい。